ですかね。では、はい、どうですか、社会少しは取れるようになってきましたかね。またどこかで一回全体的な日本地理、世界地理とそれから年表関係やりたいと思いますので、公民は皆さんなんとか自分で乗り越えてください。困っちゃうとかあったらちょっと話はしますけど、はい、じゃあ行きましょう。ですね、国の名前、昨日タイとかインドネシアとかフィリピンとかいう話をしましたね。東南アジアで、宗教がキリスト教の国はどこですか？フィリピンでしたね。フィリピン。東南アジアでキリスト教珍しいんですよ。珍しいので、まあ、植民地だったから当然キリスト教ということなんですけど、いいですね。はい、他にちょっと入れていきましょうか、国の名前を。行きましょう。3番のちょっと国の名前、あのフォッサマグナの前にちょっと昨日言い忘れちゃったというか言いたいなと思うとこあったんで、アはフランスですね。アがフランスです。フランスです。イがイギリス。必ずですね、地図の中に記号が出てきたら、国の名前を確認していってくださいですね。フランス、イギリス、ウがスペイン、ウがスペインで、エがポルトガルですね。はい、もう一回言いますよ。昨日から2回聞いてきました。3回目は覚えてるでしょうか。アフリカのここの番を何番と言いましたか。ワン1個しか出てこないんで、何番ですか。アフリカ大陸が終わってここの湾、どうぞ。ギニア湾ですね。ギニア湾。ここにあったカカオの産地が多い国は何でしょう。コートジボワール。コートジボワールですね。とにかく勉強して答え切らんということは勉強してないことと同じです。もう言い方変えると、授業を受けて答え切らんということは頭に入ってないということで一緒なんですよ、知らない人とですね。だからそういう勉強仕方じゃなくて、習ったこと、出てきたことは必ず押さえていくとものすごく力つくんでですね。はい、ということでした。あともうちょっといきましょう。小文字の A、 ここ何半島と言いますか。ここにある半島何半島と言います。アラビア半島なんですですね。半島の名前もちょっともう一回言いますよ、しつこいけど、スカンジナビア半島ですね。ヨーロッパの半島がスカンジナビア、イベリアと言います。イベリア半島、スペイン、ポルトガルのところ、これも半島って言われてます。ここイタリア半島、イタリアは誰でもできるでしょ。でここがアラビア半島で、アラビア半島の真ん中にドデンとあるのがサウジアラビアでした。サウジアラビア。ね、はい、で、A がサウジアラビアです。A がサウジアラビア、B がイラン。イランですね。これも1回出ましたけど覚えてますか？この国、真ん中に何という砂漠がありましたか。そうですね。日本とほとんど時差がない国です。オーストラリアですね。何砂漠ですか。何砂漠ですか。サンデー砂漠。サンデー砂漠。サンデー砂漠ですね。はい。はい。で、国土の 57% ぐらいが砂漠って書いちゃったよね、乾燥帯ですね。だからもう両端に住むしかないですよね。真ん中は砂漠で住めないんで、基本的にですね。そんなのもちゃんと勉強してきたらしっかりこう忘れないように覚えていてほしいなと思います。ちょっと借りる先生せめて
じゃあ、日本地理に戻りましょう。糸魚川静岡線と言われてますフォッサマグナ第一交代と言いますね。大きな地面に溝がある第一交代フォッサマグナですね。日本列島を地質的に東西に分ける帯状の地域ですね。西日本と東日本という感じです。次、都道府県別と異なる都市名ですね。はい、で、最も西に位置する都市名で、日本地図のあの縦長いやつ今出せます？黄色いやつ。そこに18の18都道府県のね県庁所在地が違うところが特集されてます。やってきてね。今ない人どれぐらいいますか？今手元にない人1人3人4人入れちゃってくださいね、ファイルの中にね。入れちゃってください。もう一回まとめとないと
配ります。松本大将。はい、ちょっと一番上のところに、都道府県県庁所在地の18が書いてあります。あと手元にない人、ありがとうございました。パソコンで作ってくれたんですけど、すごいよね、こんな用売ってくれたりだとで、その18都道府県でこの地図の中に載ってるやつで一番西にあるやつ、香川県確認してください。香川県、小さな県です。香川県の場所を確認しましょう。県の名前も書いてあるんで、ですね。香川県の高松市。しましょうね。18あります。で、その中で一番西にあるということですから、は西日本で中国四国地方の香川県のところですね。マーカーで塗っといてください。はい。いいですかね。その地図の中にあるやつですね。地図の中にあるやつで確認しましょう。で、出てくるたびにこの中に記入していったらいいよということです。じゃあ、発作のあるのは高松市までいいですかね。一番西って書いてありますので、では、ドイツさん行きましょう。製造品種科学の、はい、幼魚ね、幼魚って分かります？幼魚、これ釜って読むんですけど、焼き物ね、あの瀬戸物とか焼き物を作るのが幼魚ですね。釜で焼いて、で、土石製品食料品の種科学の上位4都道府県を示していますですね。はい、で、アウの都市都道府県のいずれか当てはまりますというわけです。じゃあ、アイウいきますかな。アはどこあるっけ。あ、アは静岡県ですね。変えていきましょうか。アが静岡県、あ、違う、愛知県、ごめんなさい、愛知です。トヨタがあるとこですね。この形ね、この形、昆虫のなんか触覚みたいな形してるところ、愛知県でした。豊田市がありますね。それから伊が北海道でしょ。で、宇が兵庫県ですね。兵庫県です。
で、絵はあったかな、ないよね。でですよ、養魚、土石製品で、食料費取得上位で PQP から R は略説の R の都道府県のいずれかが当てはまりますよというわけですね。はい、まあ、食料品は食料品のトップは北海道じゃないですか、やっぱり。だから R が北海道、 R が北海道ですね。で P はですね、食料品、 Q ってどこ行ったかな。ああなるほど、 R は北海道で、まあ、次ですね、愛知県にはですね、名古屋とかの大都市がありますので、大都市があったら近郊農業が発達しますから、あとうといえばあの方でしょうね、2、食料品の2、 P はあでしょう、 P があ、 R が北海道、なんといっても北海道は食料品が中心でしょう、農場とかパイロットファームとかあったりしますからね。で次、大都市圏があったら近くに近郊農業があります。ちなみに名古屋は200万超えてると思いますので、福岡より大きい都市ですね。それからあとはだから今 P 側で R が E まで来ました。まあ、ちなみに Q が問題にならなかったけど U でしょう。次です、略地図の黒丸なんですけど、略地図の黒丸、黒丸の場所なんか潰れてるのかな。瀬戸内関係のところに黒丸が多いのを確認してくださいね。それから沿岸部分にあるということも確認してください。瀬戸内が一番特徴です。で沿岸部は、石油化学コンビナートです。なぜかというとですね、当然タンカーで運んできますので、沿岸部、そこからまた例えばトラックで内陸まで運ぶと、とても運賃がかかるしみたいなことがあるんで、石油化学コンビナートは海沿いにあります。で特に瀬戸内に石油化学コンビナートが多いですね。呉とかね、倉敷とかね、そういったところ石油化学コンビナートが発達してます。瀬戸内海って書いておいてください。特徴はこれに書いてたかな、それは書いてましたっけ。九州のシリコンアイランドは書いておけどね、書いてなかったら書き込みましょうか。瀬戸内海のところ、石油化学コンビナート、瀬戸内海分かりますね。岡山、広島とかね、山口とかそこら辺のところです。どっちかっていうと中国地方に多いですね。四国地方よりも中国地方の方に多いです、石油化学コンビナート。あと瀬戸内式機構がそこにあるんですけど、一番右下、瀬戸内式機構、瀬戸内海の雨温図ということですね。年間を通して降水量が少ないですね、というわけです。で理由は前も言いましたが、昨日の川の付属中の人がフェーン現象についてですね、中学2年生が勉強してました。さすが川の付属中は計算まで入ってます。どういう問題だったかというとですね、こう山がありまして、ここに、風が当たって上がるんですね。
で、これが 1600m の山ですよみたいな問題が書いてあって、で、ここが20度の空気みたいな書いてあってね。で、雲ができない時は、100m 上がるごとに1度温度が下がります。雲ができてからは100m 上がるごとに 0.5 度温度が下がりますというような問題で、で、何メーターのとこから雲ができ始めましたかと。20度で湿度 70% の空気ですね。そしたらこれ露天を探すんですね。露天を探す。20度が 何%、何グラムとかね。もうちょっと忘れました。20、例えば 1.1 グラムとかしましょう。で、これかけて、12.1 グラムかなんかやったと思うんですよ。ちょっとごめんね、こう数字怪しいけど。で、これがちょうど14度やったよね。で、14度のところから雲ができ始める、こう雲ができ始めるですね。で、こっから、だからちょうどこれが 600m やったんです。20度が14度なので、結局6度温度が下がったところから雲ができ始めるので、1度あたり 100m やろ。だからこっから 600m のところで雲ができ始めて、で、山頂で9度になりました。で、さあ、ごめんね、前置きが長いけど、このフェーン現象について出たんですよ。フェーン現象、温度が上がるんですよね。雲があるときは 0.5 度しか温度が下がらないんですよ。でも雲がなかったら結局1度上に上がるとき1度温度が下がるんですよね。じゃあ下に下がっていくときは1度温度が上がるんですよ。で、この 0.5 と1度の差の分だけここ温度が上がるんです。結局これが24度やったんですけど、こっち側が20度の温度がここになったら24度になるんです。温度が上がる、湿度が減って湿度が下がって温度が上がる。湿度が約 23.何%、 こういう計算バンバンさせられるんですよ。難しい問題集持たされてますから、付属中何がしたいんかなと思うんですけど、英語とか3冊ありますからね、教科書以外に。だからワークが3冊みたいなもんですよ。持たせすぎでしょ、本当に。大変ですよ、もう中間来ますとか。かわいそうです、本当。いかんでよかったと思います。あんな時代から詰め込まれたら、なんかどげかなると思うんですね。ただすごいね、やっぱこの、考えさせられてるなっていうのは感じますけど。で、ここで雲ができ始めてこう来て、ここで雲が消えて、で、今度はどん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 1度ずつ、だから16度温度が上がるわけよ。わかる？あ、だから25度か、ごめん。 100m で1度温度が上がるんで、 1600m から0、100で割って16度温度が上がるんで、山頂よりね。なんか山の上に行ったらヒヤッとするのは 100m でだいたい約1度温度が下がる。本当は 0.6 度っていう説もあるんですけど、まあ昨日の問題は1度と 0.5 度です。いずれにしても 100m 登ったら温度がどんどん下がっていきますという計算はさせられますね。で、これと瀬戸内式機構はどういう関係があるかなんですけど、実は山の斜面に空気がぶつかって上昇気流ができると、ここに雲を生じて雨はこっち側にしか降らない、風がぶつかった方にしか降らない。だからここで水分をドンと落としたので、乾燥した空気がこっち側に降りてきて、しかも今の理屈でこっちは 0.5 度しか温度が下がらなかったけど、こっちは1度温度が上がるんで、ここの差の分だけ温度がこっちより高くなるんです。だからこっちの山のふもとよりこっちの山のふもとの方が乾燥して温度が高いがフェーン現象。乾燥して温度が高い、雨が少ないということなんですね。で、前もお話をしましたが、こっち側に太平洋があって、ここに中国山地がある。で、ここに瀬戸内海があって、ここに四国山地があるんです。で、こっちが日本海です。ここが太平洋、ここが瀬戸内海、でここが日本海で、こっちから風が吹いてきたらここに雨が降って、だからこれが山陰地方。山陰地方だから冬は気温が低いんで雨が雪になるですね。で、こっち側が太平洋側から、
こっちの四国の高知県、高知県って雨が多いので有名なんですよ。高知県雨が多いから米の二期作、1年間に2回米が取れるところ高知県。太陽の日光の量と太陽の量と水が必要なんですよ。高知県のところ米の二期作変えてましたっけ。高知は促成栽培しか変えてなかったかもしれないですね。促成栽培というと宮崎と高知なんですね。で高知ピーマン3位って書いてるところ、ピーマン第3位って書いてるところですね。ここに米の二期作も書いておいてください。1年間に2回米を作ることができるほど雨が多いってことです。米の二期作です。ですね。でその理由はこういうことなんですね。中国山地も四国山地もそんなに高い山じゃないんですけれど、まあそれなりに山がこうあるわけですね。でそこに風がぶつかって、こっちが太平洋側を高知の方にどんどん雨を降らせるということは、フェーン現象でここに乾燥した気温が高い空気が流れてくるんで、瀬戸内海は雨が少ないというのはそういう理由なんです。どっちから風が吹いてきてもここの間に入り込んでくるのは乾燥した空気が多いですね。天気が、いい場合が多いですよということになります。はい、じゃあ話を戻しまして、あと今日瀬戸内海の話をいくつかしましたので、瀬戸内は石油化学コンビナートですよということを覚えておいてください。はい、じゃあ、問い5行きましょう。略地図 D のプロマルとですね、波線のところ、はい、ちょうどこの地図でいきますと、プロマルは波線が愛媛県かな、波線が愛媛県やね。で黒丸、黒のとこは広島県ですかですね。山口、広島、岡山の順番を覚えておいてくださいね。ですね、山口、広島、岡山、兵庫です、の順番です。でその中で大きいのは広島です。山口人口少ないですし、岡山もそう多くない、広島は、多いですですね。で広島多いはずなんですけど、そうでしょ、人口多いでしょ。そこグラフ、あの資料2を見てもらうとですね。で人口密度は人口を面積で割ればいいんで、人口密度は人口割る面積で、これもざっくり計算していいですよってこの前話をしてましたけど、いいですかね。あの細かい計算せないかんときは細かい計算せなしゃあないんですけど、ざっくり計算ってのはどういうことかというと、人口密度の計算、こうあって平方キロメーターで70万2000人、島根県めちゃ少ないでしょ。70万2000人、県全体で70万2000人なんですけど、福岡市で140万ぐらいいますか。福岡県の福岡市だけで140万ぐらいです。だからこれ島根県って県全体で70万しかいないですね。で284万、広島が284万。まあまあ、例えばね、この人口密度を計算するとしたら、ざっくりよ、こいつを70万にするって丸めるわけで、こっちを7000人にすると、そういうことを言おう。正確に本当に計算しないでいい、概数で計算しましょう。概数でいいんです。でそれがなんか怪しいな、ギリギリどっちかどっちかわからんなっていう時は正確に計算する、ある程度。それも整数部分の整数第1かね、それか1の位か10の位でもうわかると思いますけど、いいですか。本当に真面目な性格の人に伝えたいけど、これを正直に計算せんでいいから。例えばですね、山口県行きましょうか。
ラムグッチも142万しかいない。6114で142万しかいない。でもこれ140万にすればいいです。だいたいざっくりで140万にしといて、でこっちを6000にしといて、で140万を6000で割ること、そんくらいの計算でいいです。いいですね。まあ常識ですよ。常識で人口密度は人口面積で割ればいいということですですね。大丈夫ですか。はい、じゃあ5番いきましょう。あ、5、6は公民ですね。公民ですけど、6番の京都議定書があったんですよ。これちょっとマーカーで塗ってください。6番京都議定書、確かに京都で地球温暖化に対する、対策を考えるね、会議があったんですよね。でもこの前ですね、確かフランスでもう一回あったと思うんですよ、最近。でもうその時の決めたやつが京都議定書よりも新しいので、多分そっち側が中心になったんですが、ちょっと怖いことにですね、基本的にトランプ大統領はもうあんまり気にしないと、地球温暖化のことと言い出しました。だから二酸化炭素削減にあまりアメリカは協力的じゃなくなるような話になってますので、まあ一番今問題なのはね、中国なんで、中国があの PM2.5 とかで分かるようにもうバンバンこう物を燃やして物を作ったりしてるので、空気がめちゃくちゃ汚いですからね。日本もそういう時期が高度成長期、高度経済成長期の時ありましたけど、もう前が見えないですよ。効果がスモークみたいな、こう煙みたいなやつで前が見えないので、中国も発展するのはいいけど、地球全体にも迷惑かかるし、まして国民の皆さんはね、体を壊すわけですけど。で、実は問い2をちょっと見てください。6番の問い2でちょっと言いたかったところがあるんです。6番の問い2、6番の問い2、はい、いきますよ。ですね、二酸化炭素の排出量が、先進国は減らしたけど、設定されてない京都議定書とかで一緒にこう、その中に調印してない国々の排出量は増えた。それはそうでしょうね。二酸化炭素減らしましょうって意識してる国は減らしたんだけど、それを調印してない国ですね、設定されてない国の排出量は増えた。そこをちょっとしっかり答えを書き写してマーカーに塗ってください。いいですか。二酸化炭素の排出量の割合は減ったんだけど、設定されてない国、特に発展途上国と言われている国は今から国を工業化したりしなくちゃいけないから、なかなか削減しにくいんですね。もう日本ぐらいになるともう、発展しすぎてるんで、そこら辺は例えば工場とかを海外に持って行ったりするから、自分の国ではあまり作らなくなって二酸化炭素を減らすことは簡単なんですよ。ところが発展途上国って今から工業を起こしていかないかんとかいう国は、どうしても工場をね、どんどんこう、回すために何がいるかっていうと電気がいるんですよ。で電気を何で作るかっていうと、二酸化炭素が出てくる火力発電、これが問い3になりました。石油火力や、石炭火力、天然ガスの火力発電なんですね。でこれが原子力は、例えばですね、原子力発電だとするとよ、だとするとそれは少ないんだけど、この前みたいに、とにかくその汚染が問題なんですね、原子力にその汚染が問題なんで。でじゃあ例えば太陽光発電っていいよね、ただしそこに晴れと曇りの日で全然発電量が違うよとですね、だから不安定ですよっていうことでした。いろいろ今考えられてまして、地熱発電は日本は火山国なんで
下にすごいこうマグマのエネルギーがあるから、その熱を利用して電気に変えようというのもありますですね。はい、佐賀大学、佐賀大学は今大学ってですね、自分の大学で研究してお金儲けしたら大学もらっていいんですよ。で、前はね、学者って研究だけしてましたけど、今はそれを工業化して製品化してバンバン売っていくことになってます。だから実は今国立大学とか一見行ってますけど、あれ独立法人と言ってまして、別に完全に国からお金もらってるわけじゃない、国が運営してる大学じゃない、各大学で独立してます。だから自分の大学で一生懸命研究してお金を儲けないと、その大学にどんどんね、お金をこう落とすことができない。それで近畿大学ですけど、マグロの養殖なんです。マグロってどんどん減ってるんですよ。で、取れなくなって、取ったらいけないことになってる。だから養殖すればいいわけでしょ、自分で作るわけですからね。で、日本人ってマグロ大好きじゃないですか。スシローとか行ったらマグロとか食べたりして、で、そこに目をつけたのが近畿大学で、マグロってなんかね、あまりこう生態が知られてなかったらしくて、養殖するのめっちゃ難しかったらしいんで、まあ、それに成功したという。すごいです。なんで近畿大学がマグロを養殖してるか、それは各大学で自由にやっていいんですね。で、佐賀大学は波で電気を起こすので有名です、その研究で。これってさ、俺昔思ったんやけどさ、日本島全体をそのなんかほら、こんなウイチョウ V みたいなのがあるよ、あの V が上下することによってエネルギーに変えられるね、わかりやすく言うと。だから波が高ければ高いほど電気をたくさん取ることができるんで、例えば台風が近づいたらよっしゃーみたいな電気ワーッとかつくことができたりする。で、そしてしかも防波堤みたいな役目をちょっとしてくれたらめっちゃありがたくないですか。日本全土をこうそういう V みたいなのをぐるっと覆ったらめちゃくちゃ電気発電できませんかねって思ったことがあります、かなり小さい時。はい、ね、なんかいろいろ工夫すればね、日本は島国やき、それを利用できるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、ということでした。まあ太陽光発電の天気によって、電力量が違うんで不安定だというね、そこの不安定だというところを漫画で塗ってください。必ず書けなかったところを、間違えたところは文章をちゃんと書いて、そしてその中で特にどこが大事かということをチェックしてくださいですね。いいですかね。もうやっぱ公務員すごいね、電子マネーも出てるし、すごい、もう一番新しいね、新しいです。さあ、国連は常任理事国は5つ、常任理事国5つ言えます？どこですか？アメリカはアメリカでしょ。アメリカ三大国、中国、ロシアですね。そしてフランスなんですよ。ヨーロッパの代表が、あ、ごめん、アメリカ、中国、ロシアで、ヨーロッパの代表がイギリスとフランスで、ドイツが一番ヨーロッパでは、国が、経済的には発展してるんですけど、第二次世界大戦引き起こした国ですから許されてないんですよ。だからその代わりにフランスが入ってます。イギリス、フランス、アメリカ、中国、ロシアで、イギリス、フランスですね。日本は非常任理事国にはなってます。そこは10カ国、その中に日本はやっと入ってるんですけどね。で、日本はなんとか非常任から常任理事国にね、ランクを上げたいと思ってますけど、まだまだ全然上げられてません。はい、じゃあ後半戦は理科で終わりたいと思います。理科を出してください。ちょっとだいぶ前なんで、これ関係ですね、近畿の時に変えたやつもありますでしょうし、それから塾が作ったやつで皆さんに渡したやつね、これの日本地理と世界地理は、もう一回持ってきておいてください。
アビカ行きましょう。はい、大きい一番からいきたいと思いますですね。まあ、細い毛のようなものというところを毛のような作りというところも赤で塗ってください。根毛ですよね。で、根毛はとにかくですね、2つ働きがあるんですよ。表面積を広くしてなんですね。これも表面積を広くして、水を吸収しやすくするという働きですね。植物は水がなかったらすぐ枯れてしまいます。生きていけませんから、もうめちゃくちゃとても大事なんですね。生きていく上では根というのが一番大事なので、で、表面積を広くするというのがポイントになりますですね。本毛ですか。で、あともう一つは体を支えるというね、その2つの働きがあります。で、統一の2は体を支えるというふうに出てきました。ですか。はい、じゃあ今度は消化と吸収の方に行きましょう。まあ、あの総塩類とね、単塩類はもう皆さん大体分かってると思うので、はい、2番の消化と吸収のとこですね。はい、胆汁は肝臓で作られるんで、そこをマーカーで塗ってください。肝臓で作られた胆汁ですね。はい、ただ消化酵素を含んでないよね。含んでないけど脂肪を分解するじゃないよ、これ間違いよ。分解する消化酵素の働きを助けるんですよ。いいですか。だから胆汁は脂肪を分解するって書いたらピンです。消化酵素が入ってないから分解はできないんです。それを分解する消化酵素の働きを助けるですね。リパーゼとかですね、そういった消化酵素の働きを助けるということになります。いいですね。はい、今回消化酵素が出てきましたね。ですね。あ、ちなみにですね、肝臓はどれですかということなんで、ABC ずっと書いていきましょう。はい、A が肝臓、B が胃ですね。A が肝臓で B が胃です。C が膵臓で D が小腸になります。見えるかな。肝臓の下にですね、小さな袋があるんですよ。そいつが胆嚢です。昔、胆汁は胆嚢で作られるって言った人がいたんで、脳って袋というんですから、肝臓の下のところにですね、肝臓ってこんな大きな臓器なんですけど、このところにこんな袋があるんですよ。ちょっと探してください。あるでしょ、左側のところに小さな袋が。ちょっと半分隠れてますけど、そこマーカーで塗ってください。こいつ半分隠れてるところ、これが胆嚢です。脳中漢字は東洋漢字から離れたので、ひらがなでいいことになってます。胆嚢いきますか。胆嚢、ああごめんなさい、胆嚢ですね。いいですかね。で、胆嚢は胆汁をただ蓄えるだけです。袋ですから。ですね。で、いいですかね。もうみんな分かってると思いますけど、もう一回消化と吸収をノートにまとめましょう。三大栄養素、家庭科みたいですけど、三大栄養素、炭水化物、
タンパク質、脂肪ですね。で、唾液、胃液、胆汁、水液、小腸の壁ですね。で、最終的に炭水化物は唾液だけ働きます。胃液はタンパク質にだけ働きます。で、胆汁は脂肪だけ働きます。水液はオールマイティです。もう水液が一番パワーが強いね。で、小腸の壁はこの2つ働きますが脂肪に働きません。で、最終的に炭水化物はブドウ糖になります。タンパク質はアミノ酸になります。脂肪は脂肪酸とモノグリセリド。で、この2つは小腸の絨毛。この絵を描いた時に自分の頭の中すっきりしたんですよ。みんな勉強の仕方工夫せないかんよね。文章だけで覚えたって頭の中整理できないんですよ。この2つが毛細血管、絨毛の中にある毛細血管に吸収される。この2つはまた脂肪に戻されてリンパ管に吸収される。リンパ管に入るときはこの2つ合体して脂肪になって入っていきます。じゃあ何のために分解したのかって思うかもしれませんけど、脂肪って油ですから分解しないと運びにくいわけね。油って水に溶けないから運ぶときに運びにくいでしょう。だから運びやすいように脂肪酸とモノグリセリドに分解して運んでいるということになります。いいですかね。で、唾液の中にあるのがアミラーゼ、消化酵素アミラーゼ。タンパク質、胃液の中にあるのがペプシン。水液の中にはたくさんあるんですよね。ここ消化酵素がないんですよね。こいつだけ気をつけてください。消化酵素がない。でも脂肪の分解を助ける。消化酵素がない。はい、水液で脂肪を分解するリパーゼ。今これだけ出るようになってます。昔は消化酵素出ませんでしたけど、今はアミラーゼ、ペプシン、リパーゼは出る可能性がありますですね。ということでした。これで消化と吸収後ほとんどイメージがバーッと湧くようになりますよということです。いいですか。はい、ということですね。勉強の仕方次第ですよ本当に。はい、じゃあその次行きましょう。消しますけどいいですか。消しますよ。基本的に人体で絡んでくるのは消化と吸収と血液の循環なんですね。消化と吸収と血液の循環。じゃあ血液の循環の話をしたいと思います。消しますけどいいですか。ですか。とにかく胆汁は肝臓で作られるということとですね、こいつ
どこで作られるか肝臓なんですね。肝臓で作られるアホです。ということと、消化酵素を含まないというこの2つをよく出ます。肝臓の3つの働きですね。有名な肝臓の3つの働きというのがあって、胆汁を作るのと、養分を蓄える、特にブドウ糖をグリコーゲンに変えて蓄える、それとアンモニアなどの有害な物質を尿素などの無害な物質に変える、解毒作用といわれるんですね。肝臓はめっちゃ大事な臓器ですよね。いいですか。はい、じゃあ血液の循環この中出てなかったんで、消化と吸収が出たら次血液の循環じゃないかなっていつもこの単元では思うんですよ。するとあとは反射ですね、神経関係で。絵を描いていきますよ。はい、まず心臓がありますですね。ついてきてくださいよ。いいですか。はい、こっから血管が出てきて肺に行きます。で、肺から血管が戻ってきます。って書いたらもうこんくらいのところまで書いてこないから、とにかく取り掛かりを早く。高校はもうほんとスピードいきますからね。先生早いですからね。で、こいつが肺循環でした。肺循環ですね。ここは右と左が別になってますので、左やけど右心室、右心室から出てこいつが肺、もちろんちょっと下しか書けんな、上書ける。二酸化炭素を出して酸素を吸う、そしてこっち側に戻ってくるですね。で、ここ右だけど左ですね。左心房に帰ってきます。ですね。で、大事なのはこいつって肺静脈、肺静脈でもこいつは酸素が多いですよね。静脈やけど動脈血が流れている、静脈だけど動脈血が流れています。で、こっちが肺動脈、肺動脈、これは二酸化炭素を捨てに行ってますから二酸化炭素が多い。で、動脈だけど二酸化炭素が多い、汚れたち静脈血が流れています。この2つの血管ですね。この2つの血管がとても大事です。ほんとここね、覚えにくくてごちゃごちゃしちゃったんで絵を描いて切り抜けたんですよ。この漫画を描いて自分でできるようになった。これが肺循環ですよね。右心室からスタートして肺を通って左心房に帰ってくるですね。右心室からスタートして肺動脈、肺、そして肺静脈で左心房に帰ってきます。ね、ですか。で、大事なのは動脈って名前がついてるけど静脈血、二酸化炭素が多い、ドス黒い血、汚れた血が流れてます。こっちは静脈って名前だけど酸素が多い、
真っ赤な血、きれいな赤色をした動脈血が流れてますというのが大きな違いですね。大事なところ。じゃあ今度体循環いきますけど、いいですか。消しますよ、肺循環。いいですか、ね、よっちゃんも前に出てきたらいいかもしれない、ね、一番なんかこう見ると一番よっちゃんが遠いですよねそう、こっち立ってると一番遠くに音声が聞いて、近づいたらいいんじゃないですかね。ただ両平の近くがいい感じ多分、はい、ですね。一番大切な人の友達の一人でしょうからね。ついこう授業中にも友情を温めようとするかもしれません。休み時間でしょう。じゃあ体循環いっていいですか。消しますよ。ですか。体循環いきましょう。いや本当マジな話、俺西洋史に大きく書いて貼っちゃったんですよ。この人貼っちゃったらもう絶対覚えますよ。本当今の時代は喋るかもしれませんけど、当時は何もなかったんで原始的に紙を貼りまくってましたからですね。じゃあ今度体循環いきたいと思います。はい、心臓があります。心臓があります。あ、ちょっと待って、まっすぐ戻す。で、体循環はですね、こっちの血液からきれいにして戻ってきた血をここに落としてきて、ここから出ていきます、血液が。これが大動脈ですね、大動脈。で、まず、小腸のところに行きます。ここが小腸。ちょっと出たかも。これが小腸。そして、小腸で吸収された栄養を肝臓に運びます。ね、あと1個腎臓変えたら終わりなんで、ここ腎臓変えたらいい。これくらいの絵ですからすぐ描けると思います。なんか取りかかり細いな、なんか眺めよったらいいしもらう。で、ここに戻しましょう。俺が書いてると同じぐらいのスピードで書いたらね、いいですよ。それを意識してくださいね。これだけです、体循環。書いたらすっきり頭の中入ります。はい、でここですね、ここは右だけど左、左心室。下が心室なんでね、下が心室、左心室からスタートして、はい、こいつが大動脈。肺できれいになった血を全身に送り出してます、大動脈ですね。血液は必ずこういうふうに上から下、右から左に流れていきます。ここが小腸、ここが肝臓、これが腎臓。この人見えにくかったらここ見るようになっちゃうね。怖いね、そこブラインドになる気。で、これが大静脈。で、これ左だけど右、右心房に変えてくるんです。ですね。はい、ここですけど、門脈という血管の名前ですけど、当然これ、養分が一番多い。全身で養分が一番多い。あ、栄養分って書くことしようと思う。養分が多いんですよ、一番多いです。
小腸で吸収されて栄養が運ばれるので養分が多い。はい、それから腎臓には肝臓で解毒された尿素ですね。尿素を捨てに来てるんで、ここは尿素が一番多いんですよ。捨てに行ってるんで尿素が多いんですよね。でここで尿素を捨てます。尿という形で尿素を外に捨てますから、捨てたのでここを通り過ぎたら尿素が少ない、尿素が少ないということですね。たったこれだけなんですよ、本当。体循環と体循環、たったそれだけです。理科で落とした人はすぐ取れるようになるんで、本当。多分5科目の中では社会よりも理科が上げやすいと、おそらく一番なんか日本と違う国があったよね。イエスの時首を横に、はい、いいですかね。まあ、こんなのバンバン覚えていってください。で実はここに腎臓の絵があるんですけど、腎臓の絵ですね、こいつのところなんです。排出っていうところがあるんですね。はい、じゃあ行きますよ。血液の流れってこう図2のところ見てくださいですね。矢印が2つ書いてあるんですよ、皆さん。矢印が2つ書いてあるんです。動脈と静脈なんですけど、矢印がこう書いてあるんですよね。でこう血管こうあって、で今度こう書いてあるんですよ、矢印が。ここも頭使いましょう。こいつって心臓から送り込んでるのでこいつなんですよ。こいつがこいつなんですよ。尿素が多いんですよ。腎臓に送り込まれる血液は尿素が多いんですよ。矢印を見てください。きれいにして、これこっちは心臓から来てるわけでしょ。心臓から血液が送り出されてゴミを捨てに来てるわけで、こっちは心臓に戻るわけ。戻るときはきれいにして戻さないといけないわけよ。心臓に戻る方が綺麗なんですよ。心臓から来てる方が汚いんですよ。こっちが汚い、汚れてます。こっち側が綺麗なんです。つまり尿、汚いっていうのは尿素が多いっていうこと。尿素が多い、これ尿素が少ないってことです。この矢印を何気に見たらダメですよ。汚れた血を腎臓に送り出す。腎臓ってゴミ処理場みたいなもんですから、ゴミをバンバン運んできて外に捨てるわけですよね。で捨ててきれいになった血をまた心臓に戻すわけですよ。でまた心臓からきれいにして送り出して、で、全身回ったうちに汚れたんでまた捨てに来て、そしてきれいにして戻るという。だから矢印を見たらすぐそこで反応しないといけないんですよ。みんなはまだよく中身をですね考えずに、その何気なく問題を読んで その問題だけで答えようとするんで、総合的に理論的に考えるとミスが減ります。で問4、最後ね、2番の問4、尿素が少ないのはなぜですか。腎臓で尿素がこし出されるですね。ですか。普通腎臓ってこし取るって書いてあるんですよ。いらないものをこし取るって書いてある。特に何かというと尿素のことです。アンモニアという毒素は全身回ったら全ての臓器がやられるので、アンモニアは絶対無害なやつに変えないといけないです。で無害なやつが尿素なんですね。いくら無害なやつに変わっても尿素っていらないものなんですよ。役に立つもんじゃない。だから捨てないといけない。
でそれを捨てるのが腎臓。だから腎臓で尿素をこし取って捨てたので、当然そのこっち側に戻ってくる、心臓に戻ってくる血は尿素が少なくて切れ目になるということになります。はい、じゃあ3番いきましょう。3番はい、水の電気分解の式を書いてください。どうぞ。水の電気分解の式水の電気分解の式を書きましょう。化学反応式ですよ。水の電気分解の式を書いてください。化学反応式はい、H 型管がありますね。 H 型管があります。で電極がこうあるんですよ。電極がね、でまあ電池こう、電池こっちの向きに仮につなげましょうか。長い方がプラス、短い方がマイナスですよね。電池は長い方プラス、短い方がマイナス。はい、マイナスの方に水素が発生するという覚え方、うちの塾はマイナス水素で覚えてくださいと言いました。マイナスの素と、マイナスの素と水、ごめんなさい、マイナスの素と水素の素を絡ませてマイナス水素で覚えるっていう話だった。マイナスが水素で、プラス極は酸素。覚え方は熊のプーさん。これが2対1、横に追徴数字がこう、実は1が隠れてるんで2対1で発生すると、どこも難しくないですよね。大事なのはマイナス極に酸素が発生、あ、水素が発生し、マイナス水素ですよ、マイナス水素。プラス極に酸素、プー酸ですね。そこだけ間違いなければ大丈夫ということです。じゃあもう一個いきましょうか。炭酸水素ナトリウムの分解の式どうぞ。炭酸水素ナトリウム分解の式、何人かけますかね、炭酸水素ナトリウム。もう2年生が覚えきっちゃう、ちゃんたちも覚えきるよ、1年上なんで。だけどみんなは授業を受けるのは分かるってね、あの一番今日出席してる人は出席率がいい人たちなんで、それは分かるんだけど、その受けた後がどうか、本当に徹底的に覚え直しをしているかどうかとか、そこが勝負になる。そこが合否を分けますから、授業に出たかどうかが合否を分けるじゃないですか。まず出らないかんとは間違いないと思います。はい、自分一人だけじゃどうしても限界があります。多分勉強するとき、なんかしたつもりになってても頭が入ってなかったりとか、何気に文字だらけこう書いてるけど覚えてない、あると思うんですね。それからやっぱり自分ができないところを徹底的に復習するためには一回は説明聞いた方がいいと思うんですね。だってね、数学とか全部が全部できるわけはないでしょ。あの立体とか、昨日数学復習した人どうくれますか。レポート出してくれたんですよ。俺昨日出しなさいって言ってないのに出してくれたんです。ですね。昨日言ったの覚えてますか。数学苦手な人、これ一個で全部蘇ることができる、そんくらい中身が濃いよってめっちゃ強調したんですよ。でもやってないんです。でこれが現状なんですよ。でそのうち時間が経ったら忘れるんですよ。でこれを繰り返してきたから実力がついてない。だから記憶が新しいうちにもう一回しっかり説明を思い出して、
ただもういいのは YouTube に上げましたんで、さっき一個だけ、あと一個も昨日のやつ上げるんで、必ずとにかく相当昨日数学時間割いてやったんでね、本当は今日ちょっと別のことやろうかなと思ったけど、本当にこの検問試中身が良かったんで、全部徹底的にどの科目もしっかりやって、だから社会も、歴史、地理、公民もちらっと本人もやったけど、大事なところ全部説明してるんで、はい、理科も消化と吸収しか載ってなかったけど、血液の循環と排出の話をちょっと絡めて してるんで、それはたった一個やけど中身をものすごく濃くすることによってものすごく復習したら力つくようにしてるんで、こっちからレポート、復習レポートを出してくださいって言わんと復習してくれんかもしれないですね。今日全部説明終わったらちょっと復習レポート取り掛かってくださいね。だってこれもよ、昨日出てきました、多分半分以上の人はできると思いますけど、全員できるようにしたいったよね。どっちが先でもいい、 CO2 でも。はい、できた人、化学反応式、はいはいはい、はい、ありがとうございます。いいですね、うん、ちょっと確認したら、ね、今1人だけ手が上がってなかったんですけど、大丈夫でしょうか、本当。で、あとはなんかね、フェノールフタレン、フェノールフタレンに入れたらこっちが薄い赤でこっちが濃い赤、フェノールフタレン液はアルカリ性を発見するときに使うやつなんで、当然濃いということはアルカリ性が強いということでしょ。アルカリ性が強い、あとは水にこっちは少し溶けるけどこっちはよく溶けるからね、炭酸ナトリウムの特徴が2つあるわけね、水に溶けやすいということとアルカリ性が強いということ、初めのやつに比べたらね。いいですか、はい、ということです。いいですね、はい、じゃあ次消しますけどいいですか。ですね、食塩水、アンモニア水、薄い塩酸、薄い水酸化ナトリウムですね、なんです。で、マグネシウムリボンを入れました。マグネシウムリボンっていうのは金属のマグネシウムですからね、はい、薄い塩酸に金属入れると金属が溶けて酸素が発生しますですね。で、そこの手順2を見てください。あ、まず匂いがありからいきましょうか。匂いがだから ABD のどっちかがアンモニアでどっちかが塩酸です。塩酸も水酸化、すいません、塩化水素という気体ですかね、塩酸ね。だから匂いがしたというのはアンモニアは誰でも刺激臭って分かるでしょうけど、塩酸も若干匂いがするはずなんで気体が発生するんですね。で、次ですね、マグネシウムリボンを入れて気体が発生するのはズバリ、薄い塩酸ですから D が薄い塩酸ってすぐ分かるんです。 D が薄い塩酸ってすぐ分かる。そして B と C は赤色に変色 C ということで、赤色に変色するフェノールフタレイン、そこマーカーで塗ってください、フェノールフタレイン液で、これが色が変化したらアルカリ性なんですが、この中でアルカリ性はアンモニアと薄い水酸化ナトリウムなんですね。アルカリ性、アンモニアと薄い水酸化ナトリウムですか。で、匂いがあってアルカリ性だから B がアンモニアです。手順1と手順3を見ると刺激臭、匂いがあってアルカリ性なのがアンモニア、匂いがなくてアルカリ性なのが薄い水酸化ナトリウムということになります。はい、これで全部残りが食塩ということなんでですね、 A が食塩水で B がアンモニア水で、C が薄い水酸化ナトリウムで、D が薄い塩酸ということが分かりますですね。はい、で、問い2を見てください。水溶液 D、福
復習の仕方、水溶液 D のところ薄い塩酸って書き直すんですよ。はい、赤ペンで薄い塩酸と書いてください。水溶液 D ですね。こんな D とか A とか書いててもピンとこないんで、薄い塩酸って自分で決めたら薄い塩酸についてまとめた内容の一部というわけ。薄い塩酸は水に何という物質を溶けたつまり溶媒と溶質という言い方をすると、溶質が塩化水素なんですね。これできた人、塩化水素、塩酸の溶質が塩化水素。はい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 、3人いいですね。これ常識ですよ。塩化水素の化学式 HCl、 なんと塩酸の化学式も HCl、 化学式では一緒なんですですね。実はですね、高校になるとちょっと進化します。気体の塩化水素ですね。塩化水素って気体なんですよ。塩酸って液体なんですよ。これが水に溶けたかどうかがこれだけじゃわからないので、高校になったらここにアクアというのをね、アクア、まあ、旧校なんです、 AQ アクア、アクアって水のことを表します。だからこっち塩酸の時は特別に水に溶けてる水溶液ですよということで HCl アクアという書き方をします。かっこいいでしょ。もう中学校めちゃくちゃアバウトなんですよね。けど高校に入るとここら辺が細かくなります。これで気体の塩化水素と液体の薄い塩酸っていうのがこう区別がつけられるようになりますですね。はい、いいですか。で A と B、 A と B なんですけど、 A が食塩水で、B がアンモニアなんですね。だから例えばアルカリのところでは青色のリトマス紙は変化しないけど、赤色リトマス紙が青に変わるとかね、そういうことになります。はい、じゃあいきますよ。はい、でですね、これもう多分これで最後になりますんで、皆さん、はい、気合入れていきましょう。真ん中が暖気ね、でこっちが冷気、換気でもいいですけど冷気、必ずこの図の時は暖気真ん中なんですね。で寒気が、冷気が暖気の下に潜って、なぜならば重いからです。冷気が重いから暖気の下に潜り込むことができます。で、急激に暖気を押し上げる、ここに積乱雲ができるですね。積乱雲は上に厚い雲だから激しい雨が降ります。暖気は冷気の方に潜り込もうとしても軽いですから、上に乗り上げていくしかないですね。で上に乗り上げると、この上昇気流に比べて緩やかに上っていきますから、薄い雲しかできないです。薄い雲しかできない。だから雨って穏やかな雨しか降らない。で穏やかな雨、こう雨域と言いますが、こっちは雨域が広い、雨域が狭い、雨が降ってるのが、はい。で A 地点ここにしましょう。 A 地点ですね。あ、ちなみにこっちが温暖前線です。こっちが温暖前線、こうなるとこっちが温暖前線です。こいつね、前線というのは空気と空気の境目を前線面と言います。前線面と言います。前線面、前線面と地面がぶつかったところは前線ですね。こっちが寒冷前線。つまりこの図でいうと真ん中があったかいんですよ。真ん中、この2つの前線にこう挟まれたところがあったかいわけですですね。でこの周りが全部冷たい空気なんです。いいですか。でです、雨が降ってる地域を雨域と言いますが、上から見た図でいうと雨域は、こ
こっちを狭く書かなきゃ、こっち狭く、でこっちを広く書かなきゃ、雰囲気が広いから、でここが激しい雨なんです。激しい雨、でここが穏やかな雨が降ってるところですね。でこの図でいうと A 地点って、まあ、ここら辺にしましょうか、はい、A 地点。さあ A 地点の天気はこれからどう変わるでしょうというと、穏やかな雨が降り始めて温暖前線が通過後気温が上がるっていうのが答えの書き方になります。A 地点の人は今から天気はどんな風に変わりますか。こういう風に右側の方に全部移動していきますから、温暖前線が近づいてきて穏やかな雨が降り始め、雨は結構長い時間降り続けるんですね、幅が広いから。長時間穏やかな雨が降った後温暖前線が通過して気温が急激に上がるというですね、そういうことが予想できますよということでした。まあ、理科ちょっとね、全部説明したかったんですけれど、6番からですね、6番からが、3台ちょっと皆さん復習をしといて、説明してほしいとこがあったらぜひ聞いてください。理科の6番からと国語の、説明を古文以外はしてないと思いますので、そこはちょっと自分でしっかり復習をしておいてほしいと思いますですね。じゃあ数学の解き直しとかね、ちょっと復習レポートを自分で作り上げて提出してください。ですか。そしたら解き直しを絶対したらいいです。覚え直しと解き直しをした方がいいです。俺も頑張ってね、しなかった人でも頭残るように繰り返しはさせてもらいたいと思いますけど、時間があんまりないですからね。はい。じゃあ、次回は火曜日、あさってになりますので、火曜日6時から10時半ということになりますのでね、一緒に頑張りましょう。はい、とにかくテストの後復習をしっかりしてください。じゃあ、終わりまーす。終わります。はい。はい。さあ、来た。はい、はい。誰か呼んだかな。